ブキャナン軍の一部キャナン軍はアメリカ合衆国ミズーリ州にある軍である。2000年現在の国勢調査では人口85,998人で軍庁所在地はセントジョセフである。軍は1838年12月31日の結成時には開拓移民であったハイラーム・ロバーツから名を取りロバーツ軍と呼ばれていたが1839年に軍名を アメリカ合衆国大統領を務めたジェームズ・ブキャナンに、ちなんで、ブキャナン軍と変更した。ブキャナン軍は、隣接するアンドリュー軍、デカルブ軍、カンザス州のドニファン軍を含めて、セント・ジョセフ・ミズーリ大都市圏を構成しており、軍内は2006年の推計で、122,306人もの人口を抱えている。アメリカ合衆国統計局によると、 この軍は総面積1074平方キロメートルである。このうち1061平方キロメートルが陸地で13平方キロメートルが水地域である。総面積の1.17%が水地域となっている。ブキャナン軍の人工ピラミッド軍庁所在地のセントジョセフにあるブキャナン軍庁舎2000年現在の国勢調査でこの軍は 人口85,998人、33,557世帯、及び21,912家族が暮らしている。人口密度は81平方キロメートルである。34平方キロメートルの平均的な密度に36,574件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人92.73%、 アフリカン・アメリカン4.36%、先住民0.42%、アジア系0.45%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.65%、および根結1.37%である。人口の2.243%がヒスパニック、またはラテン系である。33,557世帯のうち、 30.60%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、49.30%は夫婦で生活している。12.00%は未婚の女性が接待種であり、34.70%は家族以外の住人と同居している。28.90%は独身の居住者が住んでおり、12.50%は65歳以上で独居である。 一世帯の平均人数は2.42人であり、家庭の場合は2.98人である。この群内の住民は24.30%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が11.00%、25歳以上44歳以下が28.50%、45歳以上64歳以下が21.20%、 および65歳以上が15.00%にわたっている。中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は96.70にみて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.90にいる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は34,704ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は42,408ベードルである。男性は31,697ベ米ドルに対して、女性は21,827ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,882ベードルである。 人口の12.20%及び家族の8.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の15.00%及び65歳以上の9.60%は貧困線以下の生活を送っている。都市村長部キャナン郡は12の郡区に分かれている。ありがとうございます。